はい、それでは本日ですね、ご紹介するのは、ラキネスのインラインが一型入荷してきましたので、そちらをご紹介させていただきます。ちょっとね、アイテムが縦長なんで、ちょっと一つずつなんですけど、僕の身長は165センチ55キロです。はい、こちらですね、ラキネスのインラインです。タンガリー、まあ、いわゆるオーバーオールですねが、今季唯一てか今までも初めてじゃない、初めてではないか、唯一、仕入れているインラインのアイテムが本日入荷しましたので、こちらをご紹介させていただきます。はい、でカラーが、こちらの、カーボンブラックですね。黒に見えるんですけど、まあ、墨黒のような、カラー、真っ黒ではないこの、カーボンブラックと、これちょっと縦長なんで一色ずつのご紹介なんですけど、もう一色ですね、こちらの、バッドダイデニムのカラーの2色になります。こちらですね、このカラー、ちょっとで、まあ、デニムではないんですけど、デニムをイメージしているようなちょっと薄い淡い、ブルーになります。でこちら、この生地、皆さん見覚えあると思うんですが、こちらですね、今期 AW で別注で作っていただいた、デキパーカーの生地と同じ生地のインラインのオーバーオールになります。で今回珍しいねと、なんで、インラインを入れたんですかって思う方いらっしゃると思うんですけど、今期僕がご提案したいのは皆さんに、これと先ほどお見せした、別注のデッキパーカーを、僕は今期ラキネスとして、ご提案したくて、今回はこのインラインの、オーバーオールも仕入れました。はい、で生地に関してなんですけど、デッキパーカーの動画ですね、 YouTube に上がってるので、まあ、詳しくはそちらを見ていただきたいんですけれども、まあ、簡単に説明すると、まあ、メインの素材、まあ、イメージしてるのが、TC ツイル、TC ツイル、そういわゆるディッキーズみたいな、いわゆるワークウェアで使われるような生地に、ウールを少し組成として混ぜることによって、要は枠だと使いやすいんで、もうガシガシ丈夫で、ガンガン切れるんですけど、そこに、生地感の柔らかさを持たせるっていうことで、ウールを少し、ブレンドさせてます。これはラキネスの 21W のオリジナルの生地なんですけど、今回僕はこの生地が、他にもねいい生地いっぱいあったんですけども、一番好きな生地がこれだったんで、まあ、別注作らせていただいたっていうのを前の YouTube の動画でお話ししてます。はいですね。だからより詳しい記事の話はその 2、3回前かな、ちょっとごめんなさい、最近動画ライブやり続けてるんで何個前かちょっと正確にはちょっとわからないんですけど、そこにより詳しいことお話してるので、まあ、それ見ていただければなと思います。でですね、これもね、まあ、そもそも、まあ、順番はちょっと逆っちゃ逆かもしれないんですけど、この記事、このアイテムをインラインで見て、あのデッキパーカーを僕は作りたいなと思ったんですよね。普通だったら、別注これやりたいっていうのが先行することが多いんですけど、これに関しては、この、オーバーオールを活かして、二つで完成するようなアイテムが作りたいっていうので、デッキパーカーを作ったんですね。で、それぐらい僕は今回、この生地が好きです。で、まあ、一番好きな理由が、まあ、ブランドとしてもこの生地をご提案したり、世の中にね、ご提案した理由っていうのが、結局ネクストワーク、次の時代のこうワークウェアの素材としてこの生地をラキネスが作ったんですね。で、その響きと、その言葉に負けない、ディティールデザインだなと、このオーバーオールに関しては思ったので、だからそれにプラスしてデッキパーカーで、じゃあすごいカッコつけて言うと、僕と、ラキネスが提案する、ネクストワークのセットアップ、ワークのセットアップをご提案したくて、アンデキバーカー作ったので、ぜひ、
まあ、これもね、毎回、セットアップ系のアイテムを出してるときは、いつも僕言ってるんで、あれなんですけど、ぜひ、セットアップで来てほしいなと思っております。はい。と、まあ、前置きはそんなとこにして、来ます。サイズ、ワンサイズのみですね。サイズ1番、あ、ごめんなさい、2番の小さい方のサイズのみですね。ただ、展示会でオーダーこれかなりいただいたんですけれども、ほぼ、僕ぐらい、さっきもお話したんですけど、165センチから、165センチから、165センチから180センチぐらいある方までサイズ、2番でもうほぼ全てのご体格の人を、網羅できていたので、今回はサイズ2のみしか仕入れていません。これねいいんですよ、すごく。じゃん。うわぁ、もういいわ。もういいもん。はい。今一応単品で、この後最後に、セットアップで、ちゃんと、ね、僕がしたい提案っていうので切るんですけど、こんな感じです。いいわ。届いて今日初めて来たんですけど、これサイズ、まあ、その元々ワンサイズしか仕入れてないって言ってるんで、これサイズ2番を僕が、着てます。いいよ。で、デザインの、これの、アイテムのデザインのお話をするとですね、まず、フロントですね。まあ、いわゆるこう、オーバーオールって、こう、なんだろうな、可愛らしい、まあ、悪く言うと、ちょっと子供っぽい、デザインになってしまうことが多いんですけども、そういう、幼さを感じさせてしまうようなディティールっていうのが、このオーバーオールは、取り払われていて、特徴的なのがまず、ここのフロントの部分ですね。このフロントの部分です。普通オーバーオールって、まあ、デニムとか、まあ、いわゆる古着ワークウェイにあるようなやつって、ここにじゃあポケットがついてたり、ボタンがついてたり、いろんなこう結構装飾的なのが多いと思うんですけど、見てわかるとこ通り、ここのフロントのパーツの部分には一切装飾がないっていうのがまず一つで、もう一個に関しては、このベルトですね、肩にかけるベルトを止めるときって、普通こういうのってこのこういうボタンが外側に来てて、外側に、普通よくあるな、ボタンが外側に来ててこう止めて、だからボタンが表に見えるデザインが普通多いと思うんですね。ただこれはボタンが内側なので、ボタンの、そのベルトを止めるボタンの装飾さえも、隠されていると。このね、フロント部分だけのこの印象でも相当こう子供らしさというか幼い雰囲気は、まあ、抜けるんじゃないかなっていうのがまず一つで、もう一個は見えてるかな、この後ろ、このここら辺の部分あるじゃないですか、ここら辺、ここら辺も本来のオーバーオールって、このフロントのこのここの部分のちょっとちっちゃいバージョンみたいのがここにつくんですよ、後ろの見え感的に。でもこれ見てわかる通り何もないじゃないですか、ベルト型でこうここのウエストの部分で止まってるだけだと思うんですけど、こうすることでその後ろからの見え感がすごい太いパンツを、サスペンダーみたいなので止めてるっていう見え感。だから、後ろからあんまりオーバーオールらしさを感じさせないんですね。その、3点。フロントのシンプルさ、ボタンが見えない、後ろのバックの見え感っていうのが、もろもろ含めて、多分ね、デニムのオーバーオール、僕も正直持ってなくて、なかなかね、手を出そうっていう人は少ないんじゃないかなと思うんですけど、でもそんな、僕でも。で、名前出してしまうと、ディレクターの大島さんもこれを個人オーダーしてるらしくて、やっぱ、大人の男性が、着たくなるような、ディティールのオーバーオールっていうのがこのデザインで、プラスそこに、素材感ですね、ネクストワーク、ポストワークツイルの、生地
っていうのが、もう僕はもうマッチ、なんだろうな。なんだろう、相性抜群じゃないですか。相性抜群だったんで、ぜひこれを軸に、何か、別荘を作りたいっていうお話で生まれたのが、デキパーカーとなっております。でも単品でもね、すごいかっこいいですよね。すごい。これだったら全然僕。で、一応細かいのは、サイドはこういうボタンになってます。つってかな、あっちってね、ここですね、3つボタン。で、スラッシュポケットで、フロントのボタン、フロントの、部分も、ボタンフライになってます。で、バックポケットが2つついてます。いや、これかっこいい。一回前進もありますね。165センチの55キロの、僕が着ております。はい。今、これちょっとね、僕、後日裾上げすると思うんですけど、今内側に折ってます。なんで、ご身長180ぐらいある方でも全然問題なくこのサイズで着れるかなと思います。で、やってほしいのが、さっき言ってた、散々言ったこのデッキパーカー、別注のデッキパーカーと合わせたかったんですよ。めちゃくちゃかっこいいやないか。めちゃくちゃかっこいいじゃない。はい。見えてるかな。いや、めちゃくちゃかっこいいわ。これがね、やりたいがゆえに、作っていただきました。ありがとうございます、本当に。なんかさ、こう、僕、セットアップ好きじゃないですか。で、まあ、いわゆるこう、ジャケパンとか、なんかいろんなセットアップやってきましたけど、なんかこうオーバーオールっていうワークなアイテムとデッキパーカーっていうさらにね、もうド直球で、ワークなアイテムのセットアップってなかったっすよね。なかったっすよね。で、だから本来じゃあこれをデニムのオーバーオール中をデニムのオーバーオールにして、で上をね、じゃあ例えばカーハートが出してるみたいな古着の、デッキあダック生地のデキパーカーみたいな感じでもすごく、まあ素敵だとは思うんですけど、やっぱりでも、その、次世代感というか、次のこう、ワークを提唱する感じにはならないじゃないですか。でも、このセットアップって、次のこう、ワークを感じさせるようなセットアップだから、最高っすよね。マジで。いやそう、僕ね、ちょっとワクワクを取っておきたかったんで、このライブ、始まるまで、セットアップでは着てなかったんですけど、めっちゃいいっすわ。いやかっこいい。一応セットアップできて一周回りますね。はい。デキパーカーはフリーサイズ。はい。で最後もう一色着て、動画は終わりにしようかなと思います。いや本当にね、色決めきらなくて、この今回の別注に関しては、僕普段ね、前デキパーカーの別注の商品紹介の時もお話したと思うんですけど、基本単色じゃないですか。2色あるたものを2色とも別注作ることって僕ほぼほぼ正直ないと思っていて、なんかそう全然方向性が違うようなカラーで作ったりはもちろんあるんですけど、でもねこれは本当にね、だ店頭でデキパーカーを着てみたいっていう風におっしゃってくれて、店頭に来て悩まれる方いっぱいいらっしゃるんですけど、でもやっぱ皆さん口を揃えて言うのが、本当にどっちの色も、なんだろう、決めきれないみたいな感じで、まあでも最終的にはどっちかの色に落ち着くんですけど、それぐらい本当にどっちも素敵な、生地の色ですね。それはもう僕もそうですし、お客様のその声がもう太鼓判押してることになると思ってるんで、こっちの色も、押
しゃれや、めちゃくちゃ。はい、いやこっちもいいねってなっちゃうんですよ結局で、ここごめんなさい、さっきちょっと説明省いちゃったんですけど、今一番上で、ここのベルトの部分止めてるんですけど、3つかな、3つここホールがあるんで、僕その身長そんなに高くないんで、一番上までここホールが3つあるんで、一番上で止めたんですけど、ご身長ある方はこの下にずらしていただければ、あの長さも調整できますと。かっこいいわ。でラスト、そのセットアップでご提案したいと言ってた、もう一個のデッキパーカーと合わせて終わりにしようかなと思います。いやーもうおしゃれやん、おしゃれやん。はい、こんな感じです。いいね、映ってるかな、こんな感じです。めっちゃおしゃれや、こんな感じ。閉じてもいいね。いや最高、以上、本日は、こちらですね、ラキネスの 21A のインラインですね、このダンガリーオーバーオールを2色ね、ご紹介させていただきました。以上で動画は終わりにします。ありがとうございました。